お世話になっております、マサルです。今回は DH 法について一緒に勉強していきましょう。今回学ぶ内容です。最初に DH 法の概要についてお話しします。その後 DH 法の流れについて学び、最後に実際に計算して DH 法を試してみたいと思います。それでは始めていきましょう。DH 法とは、離散対数問題が困難であることを根拠に安全性を担保するハイブリッド暗号方式のアルゴリズムの一つです。発案者のディフィーさんとヘルマンさんの頭文字を使って DH 法と名付けられています。前回勉強した一般的なハイブリッド暗号方式の場合は、セッション鍵の情報をそのまま暗号化して送っていました。今回勉強する DH 法は、このセッション鍵の情報自体を送らずに、鍵の元と言われる情報を送り合うことで共通鍵を作ることができます。共通鍵自体の情報を送らないので、セキュリティ強度が高いハイブリッド暗号方式の一つです。DH 法とはどのような計算をしているのか、流れを見ていきましょう。ちなみにこれからお話しする内容は暗記する必要はありません。暗記する必要はないんですが、DH 法がどのような動きをしているのか、漠然とで構わないので、イメージできるようにしておくと面白いと思います。それでは DH 法の流れを見ていきましょう。DH 法というのは、鍵の元と言われる情報を交換し合って、最終的に共通鍵の情報を作る方法です。いろいろ細かく説明していくんですが、DH 法は最終的にこの共通鍵をお互いに安全に共有するための方法であるというイメージをしながら聞いていってください。それでは見ていきましょう。送信者と受信者は、非常に大きい素数である P、 そして素数よりも小さい整数 Q を共有するところから始めます。 P は非常に大きな素数にする必要がありますが、 Q は素数よりも小さい整数であれば構いません。この値は公開しても良い情報で、いわゆる鍵の元と言われる情報です。鍵の元の情報は攻撃者に知られても問題ありません。両者は共有した2つの値をもとに計算をするための乱数を用意します。ここで作った乱数は両者がそれぞれ秘密にします。両者はお互いに Q を乱数上して P で割った余りを計算して、その結果をさらに共有し合います。この計算結果も公開して良い情報です。両者はさらに受け取った値を乱数上して P で割った余りを計算します。この計算結果が両者で同じ値になります。同じ値になるということは、この同じ値を共通鍵として利用することができるということです。算出された値を共通鍵として利用することで、両者は暗号通信ができるようになります。 DH 法の特徴をまとめると、公開しても良い鍵の元と言われる情報と、秘密の情報である乱数を使って両者が同じ共通鍵を作ることができるということです。共通鍵を作るために、共通鍵自体の情報をやり取りする必要がないので、安全性が高まっていると言えます。先ほどの説明で全く意味がわからないと思った方、申し訳ありません。私が勉強を始めた頃を思い出すと、あのような式で説明されても全然イメージできなかったと思います。なので今回も実際に計算をしてみたいと思います。今回は DH 法を使って、どうやってお互いに共通鍵を作ることができるのか、具体的に数字を当てはめて考えていきましょう。まずどちらかが大きい素数、そしてその素数よりも小さい整数を作ります。この値はどちらが作っても構いません。今回は計算の都合上5099という小さい素数を利用しますが、本来はもっと大きい素数を利用します。そしてその素数よりも小さい整数として12を用意しています。この2つの情報が鍵の元として共有されます。この2つの情報は攻撃者にバレてしまっても問題ない情報です。素数と整数を共有した両者は乱数を作ります。この乱数の情報は秘密の情報です。共有してはいけません。この乱数の情報を使って一定の計算を行います。今回も PC の関数電卓を使って実際に計算してみましょう。PC の電卓からこちらの関数電卓を選択してください。こちらの計算をしていきます。12の124乗、この値をもっと5099で計算してみます。3199という値が生まれました。この値は公開しても良い情報なので、この計算結果を相手に伝えます。
こちらの相手も同じように計算します。その時に相手は相手が作った乱数の情報をもとに計算を行います。なので計算式としては12を71乗してもっと5099で計算します。その結果3800という値になりました。この3800という値も公開しても良い情報なので相手に伝えてあげます。お互いに計算結果を取得したらここから共通鍵を計算していきます。計算式は3800を124乗してあげてもっと5099を行います。その結果965という値が生まれました。この965という値が共通鍵として利用されます。こちらも同じように計算します。3199を71乗します。そしてもっと5099で計算をするとその結果965という値が生まれます。無事に同じ値を算出することができました。同じ値であればこの値を共通鍵として利用することができます。このように DH 法は共通鍵自体の情報をインターネットに流すことはなく鍵の元を交換することで共通鍵を作ることができます。とてもすごいですよね。それでは今回も動画ご覧いただきありがとうございました。最後におまけ動画用意しています。最後まで動画をご覧いただけると嬉しいです。私はネットワークの基礎を楽しく学べるオンラインコミュニティとツイッターを使った情報発信もしています。概要欄からぜひチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ディフィー&ヘルマンってやつください。 DH 法いただきました。はい、今日も学んで登録テキスペ情報支援し DH 法で鍵共有整数なぜを混ぜ混ぜ計算したら共通鍵できちゃう。 DH 法で鍵共有素数と整数なぜを混ぜ混ぜ計算したら共通鍵できちゃう。 DH 法のいいところ素数公開整数公開まずは秘密に共通鍵できちゃう。 DH 法の良いところ素数公開整数公開まずは秘密に共通鍵できちゃう。はい、お互いの同じ数字を思い浮かべる数字の交じりやります。まず2から9の中で好きな数字を思い浮かべてください。いいですか。その数字に9かけてください。今2桁の数字になってますよね。その2桁の数字足してください。はい、その数字が私とあなたの共通鍵、私とあなたの共通鍵は9